甘美士の名言、上下は一日百センスに思う。こんにちは、ひろきです。上下は一日百センスという有名な言葉が中国古典にあります。この記事ではその言葉について解説します。中国の法律の開祖、甘美士の言葉。甘美士という名前は世界史で習った記憶がある方も多いでしょう。中国史で初の法律家で、秦の始皇帝が中国を統一した時に初の本格的な法律を制定しました。もちろん、当時の中国で初ということはアジアでも初です。日本ではまだ卑弥呼の時代の数百年前です。こう考えると、中国の歴史と日本の歴史の差は恐ろしいですね。この甘美士は人間不信で有名な人物でした。彼は人の心を信用しなかったので、全てのことを徹底的にシステム化したのですが、その中で生まれたのが冒頭の上下は一日百センスという言葉です。上司と部下は敵対関係である。この言葉は文字から想像できる通り、上司と部下は一日百回、心の中で戦っているというものです。仕事なので一応の関係はあるけど、どちらかが弱みを見せたら、いつその関係が終わるかはわからないというものです。現代だったらまだクビになるとか、上司が部下全員から無視されるとか、その程度で済むでしょう。しかし当時は文字通り命を取られる時代でした。その時代の一日百戦のプレッシャーはかなりのものだったでしょう。甘美士はこの言葉のように、上司と部下は敵対関係であると説いているわけですが、本当にそうなのでしょうか。老子の利害は本来相反しない。この名言を残した人、現代の経営学者の名前を忘れてしまった、検索しても出てこないのですが、この言葉は甘美士とは逆のことを言っています。正確に引用すると、科学的管理法は次の原則に基づいている。すなわち、老子の利害は本来相反しないというものです。つまり、私は科学的に労働者を管理する方法を提唱している。しかし、この考えは、労働者と使用者は敵対関係という意味ではない。両者の利害は一致しているという前提に立っているという意味です。少し長くなりましたが、要するにこの人の言ったことは、甘美士とは逆なわけです。では、甘美士が間違っていて、この経営学者が正しいのでしょうか。実は、調べてみると、甘美士もこの経営学者と似た一言を残しています。それを次の記事で紹介します。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。